状況です。入国の条件としてはやっぱり、まあ、日本人が入国するというのは基本的にはビザなしで、30日滞在できるというのが基本なんですけれども、まあ、コロナ禍ではですね、海外の保険に入っていなければいけないと。まあ、現地でですね、感染が分かった時に、ちゃんと、保険が下りる形にしなければいけないというのと、2回接種ということですよね。まあ、もちろん現地ではマスクをしたりとかですね、まあ、場所によってはフェイスシールドが必要だったりとかするというのがありますね。まあ、日本人の入国っていう面では、観光客ももう今は入れるようになってるんですよね。なので、まあ、2022年2月からは観光客も入れるよっていう形になってます。ただ接種が必要だったりとかします。まあ、いつから可能っていうふうによく聞かれるんですけども、まあ、もう2月から入れますよってことですね。ただ、接種をしてない人はやっぱりちょっとそこが、条件として、厳しいのかなと。現地でほとんど何もできない状況になりますよね。スパとかもちろんレストランとかっていうのも、かなり